広島県庁舎は、広島県広島市中区元町にある、広域自治体たる、広島県の役所の、本庁舎。1956年4月、現在地に、本館棟が新築され、その後に3棟の別棟が追加で、新築拡張された、公共建築100選の一つ。市内の中心部にあり、周辺には、様々な公共、商業、 観光施設がある。本館1階に広島県庁内郵便局と広島銀行県庁支店が設置されている。2016年に対応年数60年となることもあり、2008年現在、老朽化、IT 化、耐震化から建て替え論議されている。身体障害者及びオストメート対応のトイレが南館1階に1箇所設置されている反面、まだに、 温水洗浄便座は導入されていない。現在の広島県庁東館。以下2013年現在用いられている庁舎の所言である。以下2013年現在公表。1930年頃の広島市の地図、広島城周辺は軍施設となっている。県庁が過去町の旧所在地で示されている。また、 戦後県庁が一時移転していた陸軍兵器支障の位置が示されている。現庁舎の位置は広島城南の西連平城にある。廃藩地県により広島城が県庁として用いられることとなり、地藩寺であった旧広島藩主浅野長君は政府から東京行きが命じられた。この際、領民がそれを阻止しようと竹市騒動が起こっている。 1871年7月14日、広島県発足により庁舎は本丸に置かれていたが、同年10月12日に、城の三の丸に移転した。これは、同年12月鎮税鎮代第,第一分営が設置されることとなったため移転を余儀なくされたためである。さらに1873年広島鎮代へ、解消となったことから、広島城内の軍施設が拡大され、 県庁舎の場所に弊社建設が決定したため、また移転することになった。1873年3月20日、国体寺に仮庁舎として移転した。しかし1876年12月出荷により、庁舎が全焼し、半世時代から引き継いでいた所長簿も消失した。同年12月25日やむなくふつもり寺に仮庁舎を移転した。 この庁舎を転々としていた状況に、伊達総合軍令は県庁を尾道に移し、広島県を三木県と解消する計画を提案した。これに、前島ひそか、大倉召喚僚が県として手狭になることと、むやみに移転することを嫌がり、強く否定したことにより実現しなかった。明治期の庁舎。被爆により全焼するまで用いられた。 1878年4月15日、本庁舎を広島藩中屋敷跡地に新築移転する。この地が選ばれた理由は、当時周囲に民家がなく火災の心配がなかったためである。ルネサンス様式の木造2階建てで、敷地面積約7000坪、建つぼ576坪。入り口すぐ左側に階段があり、知事室は、 右写真における2階手前左端に設けられていた。なお、同時に西隣に県立広島病院が建てられている。また、道を挟んで東隣には1905年、日本銀行広島出張所が南側に隣接する形で1910年10月、県会議事堂が建てられている。1895年2月1日、 日清戦争終結に向けた大日本帝国と、清との会談である、第一次講和会議がここで行われている。ただ清側の書類不備により決裂、後、下関条約が結ばれた。この庁舎は、その後、大正、昭和初期まで用いられていたが、1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により庁舎は壊滅した。 戦後ある時期まで観光用資源、原爆記念保存物としてそのままの状況で保全され、1949年10月当地に、広島市中央卸売市場が開場、その後中央卸売市場の商工センター一節に、伴い1991年1月、アステールプラザが開場した。なお、当地には、広島県職員原爆犠牲者慰霊碑が立っている。多門院。 1945年原爆10日後の市中心部。中央やや右を縦断するのが相生通りであり、その道沿い手前から二つ目の L 字型の建物が旧東警察署。原爆被災分布図。また、旧庁舎付近は全焼しているとわかる。最も右側を流れるのが円光川であり、その下流付近に東洋工業がある。また、 旧陸軍兵器補給省は火災が発生しなかったとわかる。1945年8月6日8時15分、被爆。庁舎周辺も含め壊滅した。同日17時、戦災緊急避難先として指定されていた多母院に、石原虎子警察部長により、臨時、県防空本部が設けられ、同日18時半には、 服部直り中国地方総監府副総監が、同時刻頃、福山市への出張によりたまたま難を逃れていた、高野原心知事が到着、内務省への報告、救護班の出動命令が出されるなど、被爆直後の臨時の県庁として機能した。翌8月7日朝、臨時県庁として、東警察署に移転、救済活動や、食料放出などの対策が進められた。 なお当地は現在広島銀行銀山町支店となっている。8月20日、東洋工業社長、松田茂次郎より土地を提供され、府中町の東洋工業行動に移転、全機関がこの敷地内で業務遂行を再開した。広島大学病院医学資料館。戦後、当時中国地方行政事務局長を兼務していた、楠瀬恒一時は、 建物自体の被害が軽減であったことに加え、最寄りの駅として、宇品線状態外駅がある旧陸軍兵器補給省を、県庁舎として利用することを思いつき、1946年2月国から、賃貸の形で認可、同年6月移転、同年7月15日本格的に運用を開始した。県庁舎として用いたのは、旧兵器倉庫を中心とした八棟で、 県の関係機関のほかに国の出先機関も今日構えた敷地内の利用状況は以下の通り。1949年敷地内5号館と6号館の間に木造2階建ての県議会議事堂を新築している。元町に新庁舎が竣工される1956年まで利用された。翌1957年9月、同地は 広島大学霞キャンパス医学部付属病院となった。なおその時点で国の出先機関も強化構えていたが、上八丁堀の合同庁舎建設に伴い1960年に移転している。現在、当時の縁のものは91号館の資材を再利用して外観復元された医学資料館のみである。2008年、この地はもともと九陸軍。 西連平城として用いられた場所で、戦後は市民グランドとして一般開放されていたほか、土作さ,さに紛れの高地や商店が開かれていた。県では、早い段階から新しい県庁舎予定地として目をつけ、1947年4月国から土地借用した。一方、1952年広島商工会議所から建設嘆願書が出され、 1953年2月定例議会に建設促進発議書が提出され、同年5月県庁舎建設調査会設置、同年7月全体委員会で了承された。同年11月広島市から認可され正式に県庁予定地となった。予定財源は、県費2億円、記載6億円、寄付金1億7000万円。寄付金は、各市町村役場や財界、 県職員から集め、当初予定より多い2億3000万円にまで達した。1954年3月26日着工、1956年2月29日、竣工特徴として、大高橋森区域の広島デルタ内に位置する当地は、軟弱地盤対策を施す必要があったが、区域層もチーズ浮き観光法を採用したことと、 主要事務室を南向きに並列配置し風通しや密章を重視した点である。なお、110万時間連続無事故という当時の建築業界記録も達成している。落成式は同年4月19日に県庁行動で行われた。1990年代に入ると老朽化が目立つ状況になり、古い施設のため IT 化対応が遅れてしまった。 1995年、兵庫県南部地震発生を受けて、耐震強度を計算したところ、震度6強の地震で、倒壊の危険性があると評価された。これを受けて、県庁整備検討懇話会を設立、新庁舎に対して、協議を行い、建築のための基金の積み立てと具体化に向けての、検討組織の設置を、藤田雄山知事に要望した。 この中で4カ所の建て替え候補地が話し合われることになる。現在地での建て替え広島大学東仙田キャンパス、跡地現在地の売却見込みがあれば有力。しかし、被爆建物である広島大学キューリー学部1号館の存続問題など留意すべき問題もあった。その後、市主導でマンション、公園、広大系研究施設として、 分割での再開発が決定している。広島駅北口大半が国有地で JR 関連施設移転の必要が多いため断念。東広島貨物駅貨物宿移転跡地、マズダズーム、ズームスタジアム、広島建設決定のため断念。1999年、事業費を600億円と見込み、10年間で300億円を積み立てを行う。 計画を立案する。2002年2月、県議会定例会にて、藤田知事が、現在、一番有力なのは、広島大学跡地である。ただし、2005年までに現在地売却と跡地活用の、目処が立つことが前提。と表明する。その後2004年に、財政難から、積立金を止め、建て替え論議も止まってしまった。2011年、 現庁舎の耐震工事が決定し、新庁舎構想は事実上白紙化した。ありがとうございます。